聞けるか楽しみね。誰かの声がするわね。主様、この声はシキちゃんだね。起きてください。あれ、始まったと思ったら私たち寝てたのかな。とりあえず早く起きないと。でもどうせ寝てるならもう少しだけ寝させてほしいんだけどな。じゃ、最初にも同じことがあったのに懲りないわね。お、ここが近畿地方か。どんなことが起きるか楽しみね。ここがオウカさんの住む地上の世界なんですね。うん、まあ実家は違うし、今は幻想郷に住んでるけどね。それを考えたらちょっと遠いわよね。人間の住む世界を直接見られるなんてワクワクします。そうか、シキちゃんにとって人間界は初めてだもんね。自分より大きな人ばっかりでびっくりするんじゃないかしら。あれだよね、駆逐してやる。だよね、それだと私たちの方が駆逐されるけどね。そうでした。具体的には何をすればいいんですか。一緒に観光だよ。違う、シキちゃんの女神修行の旅でしょ。お、進化でしたっけ。冒険しながらどんどん進化を鍛えていこう。進化試験って何回もあるのね。ぐへー、大変だね。七柱の女神、なんか強そうね。せっかちゃんはバトル漫画とか好きだもんね。大川は好きじゃないの。私は推理漫画とか好きだよ。なんかこの人が犯人だったのかっていう感覚が好きなんだよね。意外ね、てっきり恋愛漫画とか読んでるかと思ったわ。うーん、恋愛漫画に事件の犯人はいないからな。それはそうでしょ。でもせっかちゃんは恋愛漫画もよく見てるんじゃない。見てないわよ。この前、せっかちゃんの部屋掃除してた時にベッドの下から恋愛漫画が出てきたことは内緒にしておこう。アマテラス様は試験してくれないんですか。アマテラス様の試験は7人の女神に認められたら受けられるんだね。なるほど。つまりアマテラス様がラスボスってことね。そうだけど別にアマテラス様を倒すわけじゃ。わかってるわよ。私を戦闘強か何かと勘違いしてない。あ、せっかちゃん、最初の女神様が来てくれるそうだよ。う、最初はどんな女神様かしらね。天に舞い、大地に踊る。私は芸事の女神、雨の娘。芸事の女神、雨の娘様。落ち着きのあるお姉さんみたいな女神様ね。うわ、喋り方も落ち着きがあって、おしとやかで、いいな。うんうん、そういうの憧れるよね。それにしてもアマテラス様とは随分印象が違うんだね。まあ、ある意味よかったわ。何かさっき聞こえたような、気のせいじゃない？う、話し方も上品だし、羨ましいな。せっかちゃんも練習してみたら。おや、どうしたのです。大岡様、私に何かご用ですか。あ、ごめん、ちょっと無理です。無理って何よ。それより、アマテラス様、身長伸びたんだね。まだ成長期なの。よく言うじゃない、私は永遠の20歳っていう人たちが。ダメ、大岡、それだけは触れてはいけないわ。ねえ、せっかちゃん、二輪ってどれくらいなの。うーん、はっきり言ってもうその単位だと誤差ね。そうなんだ。輪単位で身長を話す人がいるなんて思いもしなかったわ。へえ、ってことは普段は七柱の女神様たちが私たちを見守ってくれてるのね。感謝感謝だね。シキちゃんの女神修行できたんだよ。確かに、女神が増えるかもしれないんだから大ごとよね。へえ、やっぱり珍しいことなんだね。
は四季、大花と言います。四季神社の巫女を務めております。ここはお目にかかれて光栄です。一択ね。こんなに美しく、おしとやかで、落ち着きのある女神様に出会えたのですからもうすごく幸せです。そうなんですか。私もよく春になると桜の舞をします。そうなんですか。それはすごい。すごい女神様に出会ってしまった。私うずめ様の舞見てみたいです。私たちも女神様の舞が見られるなんてめったにないことですよ。アマテラス様、なんで軽く流すの。うずめ様の舞にさせてよ。まあまあ、せっかちゃん、しきちゃんが優先だから。仕方ないわね。それじゃあ、早く進学試験合格してうずめ様の舞を見せてもらいましょ。そうだね、しきちゃんを進学試験で合格できるように特訓しないといけないからね。一番最初の本格的な試練、みんなで頑張りましょう。最初の試練はうずめ様が担当してくれるんだね。頑張って試験までしきちゃんを鍛えないとだね。とっても綺麗な方でしたね。そうだよね。うずめ様はとっても綺麗な女神だったよね。スラッとしてて、大人っぽくて、優しそうで。ああいうの憧れるよね。アマテラス様より、女神様らしいんじゃないのかな。それは一理ある。ちょっと、せっかちゃん、正直に言いすぎ。まあ、見たらわかるわよね。なるほどね、確かに比べることじゃないかも。結構気にしてるよね、アマテラス様。もしかして、気にしてます？身長のこと。ああ、しきちゃん、そんなストレートに。ほら、アマテラス様の返答に余裕が。確かにしきちゃんも人のこと言えないわね。大きさは後ろの紙コップくらいだもんね。まあ、いろいろあったけどこれから冒険の始まりだよ。とりあえず最初の目標はお供え物を手に入れることね。お供え物、ですか。進学試験を受けるための資格なんてあるんですか。ああ、確かに知識も経験もない人に試験をしても仕方ないわよね。では、まずは、お供え物を目指して。頑張ってください。大花さん。はい、頑張るよ。私も頑張るわよ。何したらいいかわからないけど。さあ、冒険の始まりよ、大花。現地点は大阪府大阪駅だね。私大阪初めてかも。そうね、普段は巫女の仕事とかしてたからこういうところ行ったことないわよね。しきちゃんの進学試験が全部終わったら全国回りたいよね。そうなったら女神旅が日本一周の旅になっちゃうわね。しきちゃんも一緒に3人で回ろうね。それじゃあ、一発目のサイコロをどうぞ。1だね。出だしからマイペースね。まあまあゆっくり行こうよ。ゆっくり行き過ぎたらパート100までやっても進学試験が終わらないかもしれないじゃない。でもパトも2人のペースでいいからね。って言ってたよ。投稿期間が週3回する。って言って実際は週2回しか投稿してないのによく言えたわね。まあまあ、パトも気を使ってるんだよ。それはわかってるけどさ。福島駅に到着です。話しててあれだったけど、とりあえず福島駅に到着だよ。食材でタコをゲット。それじゃあ、タコにまつわる話をどうぞ。いきなり。はい、時間切れ。いきなりの無茶ぶりはやめてよ。ただ話してても視聴者さんがつまらないでしょ。だから、たまに単語のワードで話題を作って話すのも楽しいかなって。ちなみに重複してもできる限り頑張ってね。どうせすぐ飽きるだろうし、ここは乗ってあげるか。いいわよ。やった。それより、ちょっと寄り道してもいいかな。って移動しながら聞くもんじゃないでしょ。あはは、次は西西条駅に到着だね。なんかイベントがあるみたいよ。なんかずっと目がキラキラしてるわね。本当しきちゃんって可愛いよね。
でも、何に目を輝かせてるのかしら。あ、アマテラス様が怒った。別に何も言ってませんよ。確かに何も言ってなかったわね。そわそわ、そわ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 。うるさい。だって、窓の外、初めて見るものばかりで。あ、そっか、しきちゃんは人間界は初めてだもんね。例えばあれは何ですか？あれってなんだろ。野良猫。よく見えたね。普通電車が動いてたらなかなかわからないよね。と言っても私たちあんまり電車に乗ったことないんだけどね。それじゃあ、あれは何ですか？次は何かしら。あれって言ってるだけだから私たちの方だとわからないんだよね。それじゃあ、あれの正体は次回ということで。そうだね、そろそろいい時間だしね。それじゃあ、今回はここで終わりたいと思います。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか？面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。